三部マロは、アスカ時代の豪族。日立国行方軍の人。聖は蓮。名は、マロとも記される。官位は小和を下、した、茨城国像。日立国風土記によると、南波の長江の武前の大宮に、行志飯四天王の世の水の投資に、中国像の三部風士と共に、高むこのの大部。 中富の旗織田の大部たちに恋願って、茨城国蔵が所領する地を八里と、中国蔵の所領七里の合わせて七百戸余りを咲いて、行方軍の軍家を設置した、という。日立国風土器の別の箇所では、同じく南場の長江の武前の大宮に、林県示しし天皇の世に、慶大天皇の時代に、八幡の間たちが開墾した谷を占有し、池の包みを築かせている。 その際に、雇の神が、池のほとりのシーの木に登り集まって、時間が経っても去らなかった。そこでマロは大声を出してこう叫んだ。この池の修理をするには、要するに人々を生かすためなのだ。それなのに、何の神、誰の神が、風化に従わないのかといって、役の民に命令して、目に見える、草草の者の、魚虫の類は、はばかり恐れることなく、 ことごとに打ち殺せと言い終わるや、否や、怪しき信者は避けて隠れた。ここで言う池は、シイチと名付けられている。池の側面には、シイの木があって、正奇泉が出ているので、意にちなんで、池の名前となっている。この直前にあるヤハズの死、マたちの物語では、蛇に対する水人としての申請が意識されていた、わけであるが、150年後の高徳町のミブマロの、 時には、蛇は蛇であり、彼は官位を有する律令官人でもあり、彼にとっての神は、危機にある、アマテラスオーミ神であって、神は、高間ヶ原に存在するものであったため、蛇神は、天皇の風化に従わぬ存在として、人によって制圧されるものでしかなかったわけである。ここに、人間によって、権威を失ってゆく、神の姿を見て取ることができる。ありがとうございます。